はい。工房説の長田です。くさびと書いて、説と呼びます。はい。今日はちょっといろいろ喋っていこうかなと思います。はい。今日は6月10日ですね。2週間後には大阪、なにわペンショーがあります。えっ、ー、と、制作の方、だいぶ進んできております。ペンシルの方がかなり削れましたね。はい。えー まあ各取扱店舗さんもねまだまだそのペンシルブームまあ基軸ボール弁もすごい売れてはいるんですけどやっぱりペンシルの方が売れているということでまあペンシル中心に納品してきましたのでまあだいぶ減りましたからまあちょっと頑張って作ってるという状態になりますえっと材料紹介ねえっと YouTube で結構 新潟のイベントをさしてもらってるんですけども、実はまだまだね、撮ってます。なので、もうすでに先週とかね、までぐらいに結構撮ってて、まだ流せてない状態なんですけども、なのでね、もうちょっと材料紹介やっていきますが、ちょっと作品の方もできてきたので、もうちょっと来週あたりから作品紹介も、ちらちら混ぜていこうかなと思っております。 はい、なのでね、まあ、ちょっと本当に、まあ、材料紹介する前に下手したら作品の方が出てくるっていうぐらいに、ちょっと今、そんな感じでなっておりますので、よろしくお願いします。えっ、ー、と、ちょっと、はい、お話の一つとして、ポケモン展、ポケモン×工芸展ですね、はい、金沢の国立工芸館で、はい明日までですね、はい、やっておりますが、 うです見に行った方何人ぐらいいらっしゃるでしょうかそうですえっ、ー、とまあいろんなものが展示されているんですけどもまあデンの池田照松先生も、まあ、作品ポケモンとのコラボということでね一つ出さ出してますねはいあと他3つほど、はい、作品出しておりますでまあ ちょっとね、ゆっくりはちょっと見れなかったんですけども、ちらっと、まあ、40、1 0分ぐらいかけて見てきました。まあ、すごいですね。<laughs> まあ、まあ、見た方、わかるかなと思うんですけど、結構、変態的に作ってる人、多いっすよ。うん、すごいなと思いました。はい。で、この後ね、国立工芸館の後ね、実はポケモン展アメリカに行っちゃいます。一回。でね、 またアメリカ行って、また日本に戻ってきます。そしたら、日本に戻ってきたら来年ですね。はい。また巡回展が始まるということで、あのー、よければ、あのー、そうですね。なんす、なんて言うんですかね。まあ、その、僕の YouTube 見てくれる方は、まあ、文具が好き、木軸が好きっていう方が多いとは思うんですけど、いろんなものを見ていただけるといいかなと思ってて、 えとまあ、ポケモンというものの中にねその工芸が加わると何になるのかめっちゃくちゃ変態チックです、うん、超絶技巧に近いものを感じました、うん、あ面白かったですめちゃくちゃ面白かったです本当はもっとゆっくり見たかったんですけども、まあ、ちょっとほんと弾丸富山金沢加賀福井と見て 4つ回って,帰って1日で帰ってきたのでちょっとバタバタでしたのではいそんな感じですえと少しだけねえとブログの方に写真アップしておくのでまた見てくださいよろしくお願いしますそして長崎の方ですね今えと募集しておりますはい14日水曜日までですのであともう来週ね頭までですのではいできれば 送っててください九州の皆おお待ちしております案外,案外はがきねうん1020通弱ぐらいかな20通ほど切れたんですけど県外っていうのか九州以外とうん九州の方がね同じぐらいっていうね <laughs> あれってあれって思う感じだったんでねあの良ければねあの長崎の方 含めてあのハガキ募集していただけると嬉しいですあのフリータイムはもう完全にあると思いますもう初日からフリータイムあると思いますけどあの確実に早い順番で見れるのがハガキ出していただいた方がいいかなうんバタバタしないしいいかなと思うのでよければハガキ出していただけると助かりますまあまあ うん地方イベントだからこんなもんでいいのかって思いながらねうんはいもうほんとすいません長崎だろうにほんと遠くから来ていただくんですねはいありがとうございますはい頑張って持っていきますでね持っていくものまず長崎ねはい何やペンションにちょっと持っていけれるかなどうかなうんちょっとルーチェペンペンシルと一本ずつぐらいはちょっと持っていこうと思うんですけど こういう塊のデザートアイアウトの昆布がまた数個だけね入ってきました。ええ、本当にもうないかなと思ってて、めたいつ出てくるんだろうと思ったんですけど、ちょっと隠し持ってた方がいて、まあ、ちょっと少し譲っていただきました。はいなので、そう、ね、1本分しかないですよね、2本なんとかできるっていうこの塊が、はい、少しだけ、本当に少しだけなので、 長崎に対しては3本ずつぐらいは持っていこうかなと思っております。まあ新宿固定までは出してたんですけどね、うん、まあ去年のイベントは、各イベントそうですね、3本から5本ずつぐらいかなりいいやつ出せたんですけど、ちょっと今年に入ってね、一気に減ってしまって、うん、本当にいいレベルのものがちょっとなくなり、 かけたとこで終わってしまったというまた少しだけね、うん、まあまあいいやつだと思いますので、はいえー、と少し持ってきます長崎でねデザートアイアンウッドのコブのペンが手に入れるチャンスがあると、はい、何羽にも持ってきますがまあちょっと1本ずつだろうということで、うん、あのなかなかね何羽はちょっとようく もうバンバンに入っている状態なのでちょっと誰の手に渡るか分かりませんが、まあ、長崎の方が手に入れやすいということだけお伝えしますので、はい、また良ければまだまだ全然ハガキ間に合います、はい、こちらの方もリンク貼っておきますねはいえっ、ー、とハガキで大丈夫ですかね一応着たやつは大丈夫でしたはい 住所書,書いてありますね。サマ書いてくださってます。こっちの面ね、何も書かないでください。はい、できています。サマーついてない人ねいや、うん、結構いますね。はい、います、います、います。そういう方、あの、あと,あとうん、言っときましょうか。速達で出された方、サマ書いてないです。後になります。申し訳ないです。はい、ということで、あとね、あとあと持っていこうかなと思ってるのがこの子。 です、はい、アクリルレジンの万年筆、名前をロングシュクルと言います。そう香川のね、ヘリコさんの作っているあのロングシュクルでございます。えー、と鳳セ節とね、コラボということで、えー、とアクリルの素材は鳳母節のものとなっておりますのではい。 えっと今年の新色含めてもう残ってるのは12345個ですね紫のやつがちょっと一つなくなっちゃってますけど残り10本となりましたひとまずちょっとひとまずここでいた夏までは終了もしかしてクリッパに向けてね少し作っていただけるかもしれませんがまあとりあえずここで終了なので何や弁償もこれ持ってきますであと 中はい中がね、僕の近辺がついてるんですよ。はいねあの抜き差しできますのでえー、っと間に合うかな。M が m がね、来た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 、10個くらい来た。なので間に合いますね。EFFMBBB の5種類となっております。はい、付け替え可能です。ロングシュルね。あー こういった形で、はい、この大きさです。そう、まあ、新潟はね出さなかったんですよ。なんでかというと、ヘリコさんがいらっしゃったから、僕の目の前でしたね。はいなので、ちょっと何にペンション、そして長崎の方では、ヘリコさんがちょっと参加されないということで、僕の方がこちら、僕のコラボの方ですね、持っていきます。はいといとうわけで あと10本ありますので、またよろしければお願いいたします。価格は4万8000円となります。えっ、ー、と、ケース、ごめんなさい、ここにない、なかった、ごめんなさい、ヘリコさんのね、ロングシクルのね、あの、ポーチみたいなケースがつきますので、よろしければお願いいたします。はい、ということで、残り2週間。 なりました何わペンション、はい、頑張って作っていきますそして長崎の方ねはいこちらの方も石丸文工堂さんがね、まあ、140周年ということで、まあ、今年長崎のイベント初ガチ参加をさせていただきますのではい、えー、と頑張って作っていきますマネスとかも、ね、含めていろいろと頑張って作っていきます たぶん、なにわペンショーよりも数が多くなる。えっ、ー、と、まあ理由としては、そうですね、会場が広い、僕、スペースをもらえる場所が広いから、まあたくさん持っていく予定ですので、よろしければご参加していただければと思います。またね、あの ちょっと7月なんでね夏休み前だなとかっていうことで、まあ、ちょっとまだ予定が立たないお客様あのフリータイムございます7月の1516日土日ですねはいまたご参加よろしくお願いしますあの文具以外にも他のいろんな出店者が、まあ、今回はあの参加されるということですのでいろいろ楽しめるかなと思いますのではいご家族 お友達、ご親戚とかね声かけていただいて長崎での一応ペンで手書きを楽しむフェスはい、こちらの方ね、はい、よろしくお願いいたします。